ナミさん、おはようございます。速稼塾の久保です。今回はマスクの紹介ということで動画を送っていただきました。マスクね、今多分ですけども街を歩くとマスクをしている人ばかりを見かけるんじゃないかなと思います。そうなるとですね、マスクをする義務や必要はないのにマスクをせざるを得ないという少数派の考え方も、なんか同調圧力によってね、マスクせざるを得ないというふうに追い込まれていくんではないかなと思います。いや、これがね続くと何が起こるかっていうと、例えばね、10年後のアニメがあるじゃないですか。10年後のアニメってやっぱりみんなでマスクかけてるように描写されるんですかね。それともアニメの中だけはマスクをしていない、テレビドラマの中も俳優さんはマスクをしてないっていう状態でストーリーは進んでいくのかなと思うんですよ。そうなるとテレビを見ている人たち、もしくは YouTube でも同じなんですけども、なんで画面の向こうの役者さんとかアニメに出てくる人はマスクをしてないんだろうっていうふうに疑問に思っちゃうかもしれないですよね。でもそういったアニメを見ながらも自分は外出するときにマスクをかけるみたいなね、こんななんか妙な世界観が出てくるのかなと思っています。いや、でも実際このマスクって、効果があるという人もいればないという人もいたりね、様々なわけですけども、いや、私なんてね、山歩きを一人でしてる人までマスクかけてるんで、これはちょっと何なんだろうと思っちゃったりね。あと一人で車を運転してる人がいるんですけども、それをね見るとね、マスクしてるんですよ。どうしちゃったんだろうと思います。さあ、ここで言えるのが思考の停止なんですよね。思考を停止してみんながやってるのを見てそれに合わせるっていうところから思考停止って始まるんですけども、いや、いいんですよ。自分が今回のね感染症騒動のことを何とも思ってないんだったらマスクなしで行動するとかね。その結果、あの人マスクしてないからなんか飛沫でうつりそうと思う人は去っていくし、あ、なるほど、あの人はあんまり気にしてないんだ、自分も気にしてないから着替えそうだなっていう人も見つかると思うんですよ。今ね、地球上の全人類がマスクをかけてるわけでもないですね。特に日本っていうのは感染者、死亡者ともに、まあ、世界でもトップレベルの少なさなんですよね。それこそ毎日のように医療崩壊のようにね、何万人も感染したりとか、死者がね何万人も出てしまうような国でも今マスクを取っているというねことになってきます。さあ、これは何なんでしょうかと思いながらも、これも一つの世の中の現象なんでしょうね。それ一つ一つにね、私も差を指すつもりではありませんけども、私もねちょっとこれやりすぎじゃないかなと思いながらも、まあそうは言ってもね、人前に出て今例えばスーツを着ているのに靴下を履いてなかったらちょっとおかしいもの扱いされちゃうかなっていう恐怖があるんで、靴下をね暑い時でも履いちゃったと思うんですよ。それと同じような感覚、もっと分かりやすく言うと、昔ネクタイっていう瞬間があったんですよ。ネクタイという習慣ね、私も大学を出る時にネクタイの結び方を覚えたもんですけども、さあ、あれからですね、私がネクタイをしていた時間っていうのはどのくらいだったのかなと思ったら、まあせいぜい1年ですよ。社会人になって1年、それからというものはずっとネクタイはしてませんよで今ではネクタイすらもうね買いに行かなくなっちゃったし、多くの方はネクタイせずに過ごしてるんじゃないかなと思うんですよ、それからノーネクタイでね、ワイシャツでみたいな感じで、クールビズっていうのが出始めた時にはやっぱり、1人2人は抵抗があったと思うんですけども、多くの方がやりだしたら、あ、なんかネクタイなんてなくたってお互い普通だよねみたいになっちゃう感覚ですよね。まあ、そういうふうに私たちのいでたちっていうのは昔から少しずつの変化、そして時にはですねドラスティックな一夜にして起きるような改革によって変わってきたのかなと思っちゃいます。そう思うとですね、明治維新以降和服を着ながら革靴を履いてるような、そんな写真が岩倉朋美のねなんか写真集でありましたけども、ああいった世の中もちょっと戸惑いながらやる方も見る方もだったのかなと思っちゃいます。はい、だいぶねマスクの話題から外れましたけども、ナミさんのこのマスクの動画を見ながらね、いろいろと数年前を思い出しながら、こんな2020年2021年は想像してなかったよね、マスクがこんなにねバカ売れするなんて誰も考えてなかったよねみたいなことをね重ねながらお話してみました。皆さんは未来がどうなると思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。それではナミさん、今日もありがとうございます。